どうも、ビデオゲーマーです。オリクラキャリア続きやっていきます。で、今回はボーマー戦やっていきます。で、取りだめの間にね、いただいたコメントを今から読んでいきたいと思います。スライダー、今何使ってますかというコメントをいただいたので、スライダーをね、見ていきましょう。今はね、自分の方ですね。自分の方はもう、この感じですかね。まあ、英語なんで、ちょっと分かりづらいとこもあるかなと思いますけども。まあ、パスエラー、シュートエラーはね、これでもやっぱミスしちゃうんで、まあ、これぐらいでちょうどいいかなと。マーキングに関しては、やっぱアルティメットが強いので、ちょっと高めにしてますね。な感じです。で、CPU ですね。CPU はこの感じで。でもまあ、ゴール奪われることは奪われるので、まあ今一番やりやすい設定かなっていうね、感じですね。まあ、アルティメット用かなっていうね、感じの設定です。だんだんと、チーム力上がってきたらね、一つ二つぐらい、各、とこですね。まあ、50からいじってないとこはあれですけども、それ以外は、上げてもいいかなと思ってますね。まあ、このファーストタッチコントロールっていうのは、まあ、このままでいいかなと思いますけど、あとはちょっとずつ微調整しながらやっていっても、まあ、いいのかなと思ってます。まあ、スライダー、この感じですね。はい。んで、次はですね、エンポリのリッチ選手、モブですがかっこいいですよ。能力は数年使い続けてポテンシャルを大幅に超えてほぼ全ての能力が90近くなります。前にも行ってゴールアシストしますし、守備もいいで、いいです。この前イタリア代表候補に選ばれてました。なるほど。リッチね。エンポリですね。エンポリって若手が育ってるイメージがすごくあるな。昔からですけど。一番印象の子ってのはジョビンコとかね。イタリア。俺はイタリアを超えた気がするな、今な。どこだ？あった。エンポリでしょ。リッチ。彼か。よし。調べておこう。ね。せっかくコメントいただいてるし。どんな見た目なんでしょうね。今、どのポジションですか？センターハーフか？彼とかね。見た目が結構、写真と近いなと思って入れてるんですけど。彼らですね。彼もそうですね。この選手もそうですね。写真とほぼ見た目変わらないって感じなんで入れてますね。彼もそうですね。彼もそうですね。あ、いた。ああ、確かに写真と近いね。いいね。ちょっと髪型だけがって感じだな。ちょっとなっていうね。いや、でも、いいですね。能力が、てか、お値段次第だな。来シーズンプレミアリーグに上がったら取れるだろうけど、2部のままにいたら多分取れないだろうな、とは思うな。悪くないですね。で、次が、セルティックのデンベレダメでしたかと。前見たときはね、ダメだったんですけど、
このコメントいただいてから見直したらですね、見た目が良くて、なので、冬の、移籍期間の間に取れたら取ろうかなと思います。で、能力値とかポジションのね、とか適正のあれですけど、見て、コンバートした方がいいんだったらコンバートして使おうかなと思ってますね。で、最後がガーナ代表の、ストライカーのスピードスターエマニエル・ボアティング取ってくださいと。結構人気あるから移籍してそうな気がするんやけどな。してないかな。違うな。間違えてる。あれ？中国スーパーリーグはどこだ？あ、こっちだ。で、どこだったっけ？これかな？大連かな？確かね。あ、移籍してない。じゃあ調べておきましょう。いいよね。固有やし。うん。よーし。じゃあ、ボンマ戦やっていきますかね。スタメンは、まあ、この感じでやっていきますかね。で、ベンチこの感じですね。結構、初期のモブの選手も、売れてきまして、結構ね、冬になったら人数減るかなと思います。なので、まあ、お金がちょっと入るんで、補強もできるかなと思うので。うん。次回はこれ11月なんで、まあ12月の一試合取ってから冬の移籍かなって感じですね。もしかしたらもう冬の移籍に行くかもしれないけども。まあ、うん。とりあえずモンマス戦勝って、首位が今39ですかね、ミドルスブラで。で、うちが37なので、勝って、まあ結果次第ですけど、ミドルスブラの首位に立てるかなって感じですね。うん。とりあえず、試合の方やっていくんですけども、向こう3トップか。これはちょっとまずいな。まあ、フォーメーション変えずにやっていきましょう。もう今シーズンはこれでやっていくって決めたからね。勝っても負けても。いや、勝たないといけないんだけども。まあ、とりあえず、試合やっていきまーす。はい、じゃあやっていきまーす。危ねアンソニーかな。後ろ姿すごくいいな。後ろ姿やけどね。そういえば、話したかな。ダゾーンがね、すごく値上がりしたでしょう。もうやめようかなと思って。さすがにね、きつい。ハイライトが見れるから、おーっといいね。わー、止めたか、ね、YouTube でもまあハイライト見れるし、 Twitter でもハイライトも流れてくるから、まあ、ゴールシーンとかですけどね。だからまあそんな無理してさすがにちょっと3000円はな。まあね、いろいろ考えたら3000円でも安いと思うんですけど、ちょっとねって感じよね。おお、ナイスですね。ケイヒルでしょあれ。いけんじゃないか。うわ、止めた、素晴らしい。
今日は炸裂せんかもわからんな。いやーすごいな、止めたな。おお、素晴らしい。あ、くそ、惜しか。ん？ハンドじゃない？あー、こっちか。オフサイドかい？いや、もうそれはもう。もうそれはもうって感じやけど。Ramsey. Good looking ball. There could be a chance now. よし、OK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 。怪我した？大丈夫？ OK。OK。今のゴールはちょっと良かったですね。素晴らしい。クリアされるかなと一瞬思ったけど、これキーパーのもしかして、あ、オンゴールじゃない？危ない。あ、危ないじゃないけど。よしよし、いいよ。あ、そういえばダゾーンの話戻るけどさ、ダゾーンさ、いいんやけどさ、見れるスポーツさ、まあ、サッカーとかはそうやけど、まあ、別に、あれなんやけど、他のマイナーなスポーツのさ、契約がさ、めっちゃ変わりすぎてさ、続き見ようと思ってもないことが多くてさ。総合格闘技なんてベラトールどっか行ったし。なんかトータルなんとかようになったじゃん、最後。メハムがサイドにいるのか？ナイス、うまい。ああ、いいよ、見えてる。よし、 OK。 今のはいいゴールですね。トンプソンでしょうね、多分。位置的にもパス出したの、これ。あ、違うかな。誰が出したんだろう。フィリップスかな。And there it is, the Harvard Cook, Dominic Solanke. Now with Ryan Christie. But he made that interception look routine. In truth, it wasn't. Oh, is he going to be punished here? I'm not. He reacted magnificently. この選手もともと、セルティックだったっけ？名前忘れたけど、セルティックの選手って一部二部関係なく行くような。あー、 PK か。マジか。いやー、今のはもうやんちゅけね。ベテランなんですけど、なんか知らんけど能力上がったんよね。なんか知らんけど。よし、外してくれた。わー、リーデバルとか、あれ遠くからですけども分かりますね、あれね。すごいな、存在感。
おっと。うわ、マジか。Plenty of players waiting in the middle. Ben Pearson. Solanke. Nice 受け品で。この間ね、マイクアームがね、緩んで落ちてね、マイクの頭がね、落ちた衝撃でへこんじゃってね、今陥没してるのよね。まあ取ることで支障ないからいいんやけど、さすがにねちょっとなんだろうな、チラチラっと目入った時にこの違和感が陥没してるからな、まだ前買わんと分かんのかな、おっとプレと思ってたから、でもそろそろ替え時かなと思ってるんやけどな。おお、ナイス。今のは決まると思ってなかった、苦し紛れにクロス上げたらザザにあったわ。いやー、これはちょっとクリアが空振っちゃったのがね、仮にあれこぼれたとしても後ろにベルゲーいるからね、なかなか難しい判断だったかもしれないですね。余裕がありすぎた。おお、なんかシュートの感じはすごく良かったですけどね。今のはリーデバルドでケヒンデに通してほしかったんやけど、ちょっと、おうん、危ない危ない、クリアの仕方が危ない。これ仮にもしザザ怪我したらどうしよう。危ない危ない、いやー荒くなってきましたね。パン参りましょうかね。いやー荒いな、見た目いいな。やっぱああいう感じの濃いヒゲっていいんだな、やっぱりな、いいなと思っちゃうな。確か元プレストンの選手ですよね彼。おっとマジか、うまいな。あ、それキャントウェルがね、ボンマス行きましたけど、まさかの移籍でびっくりしたけど、ローンか、ローンで行ったけどね、ニューカッスルのマシュー・ロングスタッフも4部行ったし、本当あの遺跡びっくりしたな。なんか結構動いた
冬だったかなって感じですけどね。うわ外した、今の決まっとけば。Well, he couldn't have made better contact than that. His technique is brilliant. He's so unlucky there.結構選手の動きが激しかったなっていう風だったなってイメージですね。Well, a poor pass it was. No getting away from it. Throw in here.うーん外しちゃった、決めれたろうなって感じだけど。怒ってるまああれを決めないとね、ないですね。ああ終わったね、オッケーオッケー。Well, in the end, their attacking play was just too good, even for this defense. They just play at such a quick tempo. That was a top class performance. はい、ボンバース戦の結果で、うちのチームが首位に立つことができました。ミドルスブラは負けたみたいですね、これどうやら。ミルウォールに3対1負けてますね。なので首位に立てましたけど、まあミドルスブラがこの位置っていうのはちょっとびっくりしてますけどね。ボンマスとかね、あボンマスじゃない、ブラックバーンか、ブラックバーンとか、うん、こう上にいそうなチームが下にいる、まあシェフィールドとかそうですけど、シェフィールドはねえ、なんでこの位置なんだろうなって感じですけどね。まあ失点もまあ普通に見えてきたかなって感じですね。うん、いやミドルスブラがやっぱちょっと強いんだなこれな。失点も少ないし得点も30っていうのは結構でかいですよねやっぱりね。はい、ミドルスブラとはいつやるんでしょうかね。あ、2月か。なるほど。2月までにどんな順位になってるんだろうな。うん。で、次回は、そうですね。なんか、ウエストブロムとかストークって、どうしようかな。まあ冬に行ってもいいけどね、もうね。そのまま。うん。まあちょっと考えときましょう。はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。